Kagawa University Next Stage 時代が求める専門性の高い教育の実施、人生を豊かにする学び直しの機会の創出など、香川大学は地域の揺るぎない地の拠点として変革を続けています。香川大学ネクストステージ、このコーナーでは香川大学の今と未来を語るキーパーソンに登場していただきます。今回は三木町にある農学部のキャンパスで公認サークルリエットオッティモ代表の農学部3年西川浩一郎さんにお話を伺います。リエットオッティモ、はい、これはサークル？サークルです、はい、はい、不思議な名前ですけど、はい、リエットが楽しい、オッティモが美味しいというイタリア語を表しています、はい、ということは食にまつわるサークルですか？はい、その通りです、はい、企画サークルなんですけど、その地域にですね、その地域小学生に、食と科学を、組み合わせて、楽しく、美味しくその小学生に科学などを教えていくというのが、メインの活動となっています。リエットオッティモ、実際どのような活動なのか具体的に伺っていきたいと思います、はい、三三館三木という場所がございまして、そこで食に関わる科学体験教室ですね、近くの小学生などを対象に行っています、はい、あの白玉団子がございます、白玉団子、はい、紫色のパウダーを変えるんですね、はい、で、紫色だと思うんですが、うん、あれですね、その pH を変えることによってですね、色が変化するんですね。色変化するんですか？変化するんです、はい、そのアルカリ性にすると、あの青色の方に、なったりですとか、その酸性のものですかね、例えばレモン汁だとかをかけるとまたちょっとピン赤っぽく、ピンク色っぽく変化するっていうようなことをですね、その尺と化学を組み合わせて、これどうしてなのみたいなことをですね、小学生に教えていっています。小学生たちのその様子はどうですか？当初、あ、その実験の時ですね、すごい、興味津々でしたね。すごい驚いてましたし、はい、実際まあ食べてもあの美味しいとは言ってくれた子も多かったので、とてもやり、あの実際に行ってみてよかったと思います、うん、香川大学では学生の自主性、積極性、創造性を高め、また大学や地域、社会の発展に貢献することを目的に、学生が行う魅力的独創的な事業を夢チャレンジプロジェクトとして選定し支援しています。昨年度、このリエットオッティモの活動も夢チャレンジプロジェクト、通称夢プロに選ばれました。今回リエットオッティモが、まあ、夢プロにエントリーするそのテーマとなったのが、はい、昆虫食ですかね、はい、どんな取り組みなんですか？昆虫そのまま食べるっていうのはありますが、そのとても見た目がやはりグロテスクだったりだとか嫌だというふうに思われる方多いと思うんですが、うん、そうですね、はい、私たち その今回の活動を行ったんですが、昆虫をですね、その飼料にして家畜に食べさせる、おう、でそしてその家畜を自分たちで食べるということで、その昆虫を間接的に食べる、まあ、言うなれば間接的昆虫食っていうのを地域の方々だったりという方々に発信していきましたね、はい、具体的な例を述べますと、そのアメリカミズアブという昆虫がいまして、そのミズアブなんですが、なんと食べ残しをですね、食べてくれるんですね、はい、食べ残し、いわゆる例えば家庭などで出るその食材のゴミ、はい、食材ゴミですね、はい、彼はすごいその処理能力というものがすごいありまして、食べて処理するんですが、はい、その処理をすることで毒とかもなくなるということで、飼料としても安全ですし、家畜に食べさせる、でそして私たちが食べる、でさらにそこで私たちが全て食べきれなくても、またその食べ残しがですね、水あぶですね、行って、それが食料となる、栄養源になるということで、まあ、それが飼料となるという循環したサイクルが完成されるんですね、はい、そういうモデルがあることはご存知だったんですか？サークルに入るまでそういうことを知らなかったんですが、うんうん、はい、サークルでそういった食べ残しを減らしていこうだったり、そういった啓発活動も行いつつも、また昆虫についても興味を持っていただけたらということで、夢プロでそういう活動を行いました。
今日はですね、さまざまな資料を実はお持ちいただいてるんですが、はい、西川さんが手に持っていただいてる瓶詰めは何ですか？これですね、いかにもその 実物のアメリカ水飴ですね、はい、そこのラベルに生後30日と書いてありますが、はい、あります、はい、10日、20日、30日と3つの瓶を用意してくださってるんですけど、成長速度が早いのですぐやっぱ大きくなるんですね。まず10日、20日、あ、本当に大きさが違いますね、はい、すごい成長力ですね。そうなんです、はい、成長の速度が早い、はい、ちなみにどの段階で飼料になるんですか？約30日ですね、この全葉ですかね、はいはい、と呼ばれるこの産木になる前ですね、がこの飼料に飼料として与えられるということになります、はい。昆虫飼料ですが、魚粉とあまり遜色ないということで、タンパク質だったりというのが豊富に含まれています、はい、魚粉というのは魚の粉ね、はい、はい、はい、あ、じゃあ魚の粉をこう飼料に混ぜてあげるのと同じような栄養価が見込めるということなんですか？はい、おっしゃる通りです。あ、それ優秀ですね、はい。実はですね、その昆虫飼料をですね、その鶏に与えまして、その飼料の一部にちょっと昆虫飼料を混ぜ込んでですね、その鶏が卵を産むんですね。その卵を用いてそのプリンを作って、収穫祭来ていただいた方々にそのプリンを提供して食べていただいて、その味とかどうでしたかというふうに伺ってきました、はい。まさに究極の循環のもとにできてきた卵で、そうなんです、はい、実例というか、はい、具体的に活動をやってみて、そして皆さんに食べてもらうということを行いました、はい。その卵はちなみにどちらで育てられたんですか？農学部なんです。ニワトリ育てる場所があるんですが、そこで、まあ、その毎日餌をやったりというのを行って、卵も回収して、その試作も繰り返して、実際に皆さんに提供できるような形としてプリンを作成をしていきました、はい。すごいですね。それが一連が全部農学部の中でできてしまうってことですもんね。そうですね、はい。このリエットオッティモの昆虫食の活動は、香川大学の幸町キャンパスにある香川大学博物館の特別展として公開され、大きな注目を集めました。その昆虫についての発表をですね、収穫祭で1日だけ行ったんですが、その日だけっていうのはなかなか伝わりづらいと思いましたので、博物館をお借りすることで、その興味を持っていただける方に昆虫食についてをちょっと見てもらおうということで、その博物館で展示を行いました。その昆虫は実はその栄養価が高いですよだとか、そういったものも紹介しつつ、その昆虫をじゃあ飼料として与えましょうということで、それだったら、何も、嫌な思いもせずに食べれるでしょうということ、さらにですね、その先ほど言った水飴を使った循環のシステムですねを紹介することで、より一層、昆虫食に興味を持っていただこうということが博物館特別展の、狙いです、はい。先日ですね、青少年育成功労者表彰というのを、はい、実はリエットオッティモの活動が、ね、その表彰を受けています、はい。その受賞にはですね、その継続的な活動というものが必要となってきまして、だいたい2年以上となってくるんですが、さんさんかんみきで行う企画なんですが、たくさんの子どもたちに来ていただいているので、活動を継続してきたということがすごい大きいな成果につながったと思います、はい。その継続的な活動があるのは、そのサークルの先輩方だったりというさまざまな方々にその支えられてっていうことがとても大きかったんですね、はい。その先輩方がさまざまなアドバイスをくれたり、経験させてもらったりとかっていうのはとても大きかったと思うので、その先輩方からその受け継ぐこともありますし、また自分たち新たなまた企画だったり活動を展開していくっていうこともそのサークルが、もっともっと大きくなったり、活動の幅が広がったりというので、それもきっと先輩方もきっと喜んでくれると思います。今いる後輩ですとかそうやって支えられるように、今後もですね、そのここ香川大学の農学部ですね、そのサークルで学んだことですを将来的に生かせるように、誰かを支えられるようにですね、やっていけたらと思います。